皆さんこんにちは、サンゲームズです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。更新する活力につながるのでチャンネル登録よろしくお願いします。今回は圭一陣鯛いたてアレンジと集大成。まずは圭一陣の簡単な説明から。事件戦法、圭一陣交換条件、公孫さん、炎章、電報、顔料、文集、超運4体と交換。重複あり。発動条件、自分3人の固有先行タイプが1、自身の最も高い属性が60上昇する。友軍複数の与えるダメージと非ダメージを 30% 低下させる。毎ターン 10% 減少し3ターン後に終了する。4ターン目からは与えるダメージが 16%、 非ダメージを 4% 増加させる。重ねかけ可能。それでは圭一陣の代表編成鯛いたてを使ってアレンジしていきます。受賞、芝居、新参希望、活目総体、軍系、赤衛愛民、不正、防備、副将、曹操、投降兵、魅惑、軍系、臨戦体制、主政、防備、副将、満潮、活骨流毒、奉仕陣、急変、将兵支援、即戦、遠距、受賞、芝居、新参希望、活目総体、副将、曹操、投降兵、魅惑、副将、満潮、活骨流毒、奉仕陣。テンプレ編成の鯛いたてになります。耐久力が高く、かなり優秀な編成となっています。受賞、芝居、新参希望、上昇長区、軍系、赤衛愛民、不正、防備、副将、曹操、圭一陣、総戦尺戦、軍系、臨戦体制、主政、防備、副将、満潮、活骨流毒、活目総体、急変、将兵支援、救援長谷さん、即戦、受賞、芝居、新参希望、上昇長区、副将、曹操、圭一陣、総戦尺戦、副将、満潮、活骨流毒、活目総体。圭一陣により曹操の統率を60上昇させる。総戦尺戦の効果を上げていくのと弱体状態解除を狙っていきます。投降兵と魅惑があってこその継戦能力かもしれないので検証は必要です。圭一陣の効果により3ターン目までは守りに徹し、4ターン目から攻撃に転じます。芝居は5ターン目から 80% の確率で最大2体の敵に 154% の計略ダメージを与えます。圭一陣の効果により4ターン目から与えるダメージが 16% 上昇するので、8ターン目には 80% の与えるダメージが足されます。さらに上昇チョークにより5ターン目には 55% の与えるダメージが足されます。次に新参希望ですが、2ターン目 75%、 4ターン目 105%、 6ターン目 135%、 8ターン目 165% の計略ダメージを敵軍2人に与える。さらに圭一陣と上昇チョークの効果により、例として6ターン目には 114% の与えるダメージが足されます。次に満潮ですが、回復戦法と予敵兵将もいいかもしれません。受賞、芝居、新参希望、四面楚歌、軍系、赤衛愛民、不正、防備、副将、曹操、投降兵、魅惑、軍系、臨戦体制、主政、防備、副将、満潮、活骨流毒、圭一陣、急変、将兵支援、即戦、遠距、受賞、芝居、新参希望、四面楚歌、副将、曹操、投降兵、魅惑、副将、満潮、活骨流毒、圭一陣。受賞、周遊、混迷乱城、活骨流毒、作戦、寄生豪獣、軍刀、失衛、副将、太史寺、殺傷魚部、亡霊式、作戦、小敵液器用、武力、文献、副将、兵符、異部文民、圭一陣、軍系、不戦屈敵、主政、防備、受賞、周遊、混迷乱城、活骨流毒、副将、太史寺、殺傷魚部、亡霊式、副将、兵符、異部文民、圭一陣。今回の動画はこれで終わりです。
今回も見てくれてありがとうございます。次回、三聖人共存の一翼、次回もお楽しみに。またね。ボイスボックス四国メタン、いつも見てくれる方、聞いてくれる方、ありがとうございます。いいねボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。